山崎被告は頬が濃くなる。お疲れ様です。お席いただきます。お疲れ様です。マイクはちょっと太かったっすね。ちょっと太めになってる、ね、はい。すごいなぁ。これニキビは、あ、じゃあほくろがあるんでね。乾き。まるで別人のように痩せ細ったね。感じ出てますね。うん、そう、うまい。出てる。マジでうまい。死んだ魚の目に出るのが面白い。無造作に伸びた髪は。ぽい。こんな感じだったよね。ちょっと大げさだけどね。はい、うまいっす。あと亀ですね。そう。亀描くか。亀描かない。あの何だろう、今の時点でと、被告になるの、何なの、容疑者、容疑者の人なんですね。確定すると被告になるんですか。そうだね、あ、裁判が始まると被告、あ、被告ってことなんですか。今容疑者、容疑者、容疑者 Y 山崎山崎誠容疑者ってどれだ、容疑者、容疑者どんなんですかね。いや、わかんないな、ちょっと調べよう。容疑者、40歳。40歳。いやそうだな、コメント荒れますね。荒れてくれた方が盛り上がるな、うん、容疑者40歳。ネットアイドル辞書入れた方がいい。背景に鍵入れればいいんじゃないですか。ああ、そうだね、はい、どうしたっけ。完全に、いや、もう完全ですね。悲壮感丸出し。言葉知る悪意。めっちゃ面白い。写真を撮って来た、写真を撮って
で手のかけたら入っちゃうんですね。あ、手のかけ入っちゃう。じゃあいい方もないから、ふわっちでひどいな俺たち。ちなみにワードの方が見せたいな。こういう状況でした。山崎誠容疑者、ネットアイル、ネットアイドル、こんな状態でした。完全にこんな感じですね。めっちゃそっくり。ざっくり卒。めっちゃそっくりですね。本当にうまいな。うまい。電波が大丈夫かな。電波不安ですね。僕の方もないです。こっちはね。本当だ。俺もソフトバンク。あ、ねえな。ねえな。テザリングもダメかな。僕の方ダメっすね。ソフトバンもダメっすね。au。ソフトバンダメっすね。au。あと、あ、僕ドコモっす。ドコモっすか、プララ LTE っすね。じゃあ俺、いや、ドコモの普通の au、あれ使うわ。通常。え、ドコモは普通入るんですか。あ、でもあれか、じゃあ俺ドコモだけど、プララは格安シムだから。あ、そういうことか。そう、古いやつだ。シムは、うん、やっぱ食べてからに向いてないですか。俺、食べ配信っていうか全部あれだよ、これだよ。シムですか。山奥とかで。山奥無理、無理ですか。そうなんですよね。これ拾っちゃうからさ。あ、うん、これも Wi-Fi をテザリングのやつにして、さあ来るか。X これだ。最初動画で始めないとラジオできないんだよね、モード。あ、そうですね、そうですね。写真の辺どうする、ライブラリ。あー、準備がめんどくさい。地上ネットワールドのところまで入んない。いや。そして。こう隠して。これ壁でバレちゃうね。猫のマーク。ま、いいんじゃないですか。どこか。金梅の面会、あと報告、テロップが、花火、100発上がったら真実を話し出す。クルクルしちゃうんだけど、とりあえず始めます。はい。このまま画質変えなくていいな。これで配信モードを、これで通知いったはず、うん、拡散します。お願いします。お疲
疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様です。おもちゃうまい。ウーロン茶です。金杯の面会に、まだかな。金杯の面会に光とワードートで行ってきまして、光と俺とでこう質問する感じで、うん、まあ金ちゃんと話してきたんだけど、それをすべて会話をワードがメモを取って、来ました。髪の毛が無造作に伸びて、頬は痩せこけてて、目が死んだ魚のような目になってた。でその会話の内容は花火100発上がったら話し出すんで、よろしくお願いします。動画にした方がいいのかな。動画にした方がいいかな。どうなんですかね。動画の方がやっぱいいかな、リアクションが見れるかな。動画バカズです。あれで配信じゃないんだよ。横型にできないんだよ。うん、そう、フワちゃん横にできないな。できないですね。うん、金杯の了解を得て、金杯を利用して花火をこじっていいって言われたんで。まあ、そうですね。そう、会話の一部。会話の一部を言いますと、金杯が俺を利用して花火をフワちゃんこじっていいって言ったんで。うん。音声なんかねえよ。録音も録画もできないし、カメラの持ち込みもできないから、あくまでもそのメモ、会話をメモしてきた。聞こえない？ミュートになってる。嘘。え？ミュートしてないよ。マイク反応してたよね。よいしょ。くるくる。くるくるしてたよ。電波。電波か。ちょっと待ってよ。電波いいんだけどね。くるくるで聞こえない。なんでだろう。音がない。ちょっと待って。どうしたらいいこれ。ずっと。一回ミュートにしてもくっつけてみて。うん、ダメだった。一回じゃあ切ろう。なんでだろう。なんでだろうね。これ電波いいじゃん今 LTE。そうですね。LTE だから。いい最強じゃないですか。それをテザリングで繋げるんだけど。なんで。なんで僕をいじめるのか。これでいいじゃん。広告使わない。ああ、そうですね。で、行ってみようか。はい。これでいいかな。ちょっと大丈夫かな。わかんないけど。うん。どうだろう。音声行ったかな。おいっす。音声行ってる？音声大丈夫かな。聞こえる？聞こえるかよ。 OKOKOK 了解了解。じゃあ金杯さんとの会話を、まあ無理で説明すると、3杯目ヒカルとワドと、うん、面会に行ってきました。で俺と3杯目ヒカルが金杯に質問する形で会話が続いて約20分面会したんだけど、その会話の内容を全部ワードがメモに起こしたと。でその会話の内容は報告します。ただ花火が100発上がったら、その真実を語り出すんで、金杯が金杯俺を使って利用して花火をこじっていいって言ってたんで、花火皆さんね、100溜まったらね、もう全て全部出しますんで。お願いします。まあ今回内容はすごい重要ですからね。そうね。だいぶ多分みんなが、うん、すごいこの連日聞きたかったような本当に価値の真実とかを、まあ、聞いてきたんで、
まあ、それぐらいの価値はありますからね。そうだね、はい、もう本当楽しみですね。この間のつまにゃんの、うん、つまにゃんが面会に行ったっていう話が本当か嘘かも、そう、あの今日の放送で分かりますから。そうです、うん、だから前回のつまにゃんの話ももう、うん、あの序の口ですからね。そう、で前回のそのつまにゃんの話もしてきたからね。はい、そうです、そうです、うん、してきました。ちゃんといろいろみんなが聞きたいことも全部ひっくるめて、いや一人一発投げてくれればいいですよ。一人一発一人一発投げてくれれば100があっという間にいくじゃないですか。ねえ、金梅から花火代もらえる金梅のそのお金の話も金梅としてきたね、うん、まあそうですね、いろいろありがとう。来たドッピー、これ一人一発投げてね、100人が投げればあっという間なんだからさ。光の枠だったら花毛投げる、そんなやつは見なくていいやじゃあ俺が行くって言ったのに光もワドも乗っかってきてくれたわけだろ、うん、ありがとうドッピー。すげえ、もう匿名で投げてもいいよ全然。そのね、花火投げたのが誰か分かっちゃうのが嫌だって言うんだったらね、時間が解決してそのうち聞けると思う。まあもうでも物語は進んでいくからね。まあそうですね、今金梅が、うん、あのリスナーに伝えたい話とかもあったから。あ、まあそうですね、やっぱり、うん、そうなんですよ、いろいろありますからね、やっぱ、うん、だいぶてんこ盛りですよ今回は。いや、かなり、はい、てんこ盛りよ、ね、いや、めちゃくちゃてんこ盛りです今後の、僕らの行動とかリスナーさんの行動も見えてきますからね、うん、この話の金梅が今リスナーに何をしてほしいかっていうことも、うん、あの全部聞いてきた。そうです、うん、恥ずかしくても何でもいいですよ、まあ、僕たちはね、ネットであのこじき行為をしてるわけですから、ね、普段から、やはり、うん、花火2発来てますよ。いや、あの結構今のとこ来てるんですよ。あれだぜ、うん、アイドルアイドルどこで見たっけ、右下っすね。右下のこれか、うん、の上から、それあ真ん中どうっす、ね、あ、これか、これっす、入ってます。今7発ですからね、うん、どんどん上がってますよ今。そうだね、うん、うん、俺に何喋らせないっていうのって、喋らせなかったら喋らせないでいいよね、別にね。まあそうですね、それぞれの配信でね、一人一人がじゃ勝手に話したらどこまで本当かどうか分かんない、うん、まあそうですね、3人揃ってる時に話をすれば、ね、うん、違ったらやっぱツッコミが入るわけだからさ、このメンツだからね、あの、そうそうそう、みんなコラ吹き始めますからね、同時に。そう、その配信始めて、俺はそれが嫌だって、ね、解散した後にそれぞれが配信したら絶対みんな話持って、みんなコラ吹き始めるからそうさせないために3人で行って3人揃ってる時に、でその言い出しっぺの便所太郎の枠でやろうってなったわけだからさ、花火やりたんすドッペイドッペイ、ありがとうにゃプップクブーだから、そう、この花火台は今日あの便所太郎の大阪行きの、あの支援金に回しまった新幹線台、新幹線台ね、往復台の飯台にだから100発上がんなかったら上がんなかったらそれぞれの枠で適当に言うよね、うん、ああ、かなり嘘を混ぜて言うよ、ね、かなり盛りますからね、盛るよね、自分に都合がいいよねこの間のつまにゃんのように自分の都合がいいように話すよ、うんうん、だそれでいいんだったら別にいいけど、うん、この3人いればね、じゃあ例えば俺が自分が都合がいいように言えば光が突っ込んできたりとか、和道の都合がいいように話せば二人から突っ込まれるし、うん、光がね、光の都合がいいように話せば、まあそうですね、突っ込まれるんだからさ、どんどん訳分かんなくなってきます。大花火はあの2つにございますわ、うん、お、残り90、うん、便所の手柄にするのは俺が朝一にね、6時半に行って、ね、そこでもう予約を取ったから他の人間が予約取れなかったんだわ、うん、あ、パソコン代にも忘れましたもん。だ爆走が言ってたことが本当か嘘かもね、全部そうですね、全部全部だからその爆走が来たのかどうかも金梅に聞いてきた、うん、そうだ、あのみんなが気になるちょっとたまちゃん情報とかも含まれてますね、相手もらえなくても喋るけど、かなり自分がいいようにかなり話を盛るよ。あとリスナーさんへのメッセージも扱ってます。そうそう、ちゃんと扱ってます。金梅からリスナーへのメッセージ、うん、あとは金梅からとある人へのメッセージもね、うんうん、預かってきてるから、うん、そのそうそう、占いの本の話とかね、うん、今12発ですね。おお、すごい、うん、あざす、アーム君おはよう、
枠はね、あとまあみんな話一通り終わったら解散したらまた自分でやってみよう。バラバラにやるんで、はい、そこはね今こう3人で一緒にいるんで、まあ便所太郎の、ね、うん、枠で。あとワドの方は動画を撮ってるんで、うん、まあ、家に帰って、ね、そう今こっち、うん、そう YouTube で撮ってるんで、動画振り返りながら、うんうん、やってもらおうかなと思います。そうです、ありがとう。まあでも多分ここで聞くのが一番いいと思いますよ。そうですね、今この3人いるところで、うん、今ちょうどほんと亀有警察署から来たばっかりの、うん、ちょうどゆっくりみんなで話そうっていうので、うん、まだ忘れてないし、鮮明記憶が、まあ、そう、そしてメモ紙ある？はい、ありますよ、うん、清書したやつは見せほしいんだけど、はい、清書はメールで OK です。はい、僕から私で初期のね、うん、初期のワードが会話を全部こうメモってきたから、そんなに一つなくて、で後で俺と光でチェックして、 それが間違ってないかも確認済みなんで、チェック済みなんで、チェック済みです、うん、いや早い方がいいよ、何時までとかね、俺大阪行かなきゃいけないしな。そうっすね、うん、そう3人で行ったの、1日1組3名までだから、そうそう、で俺と光と新野中の予定だったんだよね。そうそう、新野中が具合が悪いって言うから、そうじゃあ代わりに和道が来たんだよね。いやでも逆に和道さん助かったかもしれない。そうだね、初期とかまあいろいろ聞いてくれたりとかして、うん、やってくれたからね、大体、はい、すごい助かったですね、うんうん、嘘交えての配信でもいいの？え、嘘交えての配信でもいいんだったら俺好きかって言うよ。そうですね。今日大阪行くよ、うん、もう時間がないからね、早くしてほしいんだったらちょっとお願いしますよ、ね、うん、だから俺寝ないで行ったんだよ、ね、光も寝てないもんね。まあ今日オールですからね、僕も全員オールっす。そう、全員オールです、うん、そう、うん、そう、まあ僕はありがとう。僕はね、とりあえず、まあ便所太郎さんの枠で やってるんで、そこは了承してください、うん、皆さんもサービスでこれだけ見せてあげるっていうのはどうなんですか、うん、あ、そうですね、サービスで。そうだね、はい、一応その俺たちが面会して、うん、金馬の姿だよね、うん、写真は撮れないから似顔絵を描いたっす、うん、金馬のね、で3人俺が書いたんだけど、ここ2人ともやばい、似てるこの通りだというまんま。そうですね、これまんまですね、まんまです。いやマジでうまい、うん、あの金馬がこうなってるっていうのは見せますわ、うん、これ特別に ガリガリでしたよね。髪の毛は無造作に伸びて、頬は痩せこけ、目は死んだ魚のようになってて、うん、歯は汚くてね、あとニキビもすごかった。そうだね、やっぱいや、すごかったですね、うん、ニキビが、顔がボツボツが多くてね、うん、でスウェットだったんだけど、その多分そう亀有警察、それはそれはね、百発だよ、それはね、やっぱそれはやっぱり、それはちょっと、ね、サービスしすぎか。そうですね、ちょっと、まあ、てんこ盛りですからね、だいぶだいぶてんこ盛りですから、初っ端爆笑っすよ、はい、爆笑です、初っ端爆笑、そう、みんな多分そこに目いっちゃったぞ。そう、みんなスウェットの話だけで、はい、そうすげえ3人で笑える、笑います、笑います、あれはずっと笑える。いや、ボツボツはもともとだよ、もともとはクレーターだけど、そうじゃなくて新しいニキビがそうでっかい出てたね。うん、いや、その辺をね、ちょっと見てもらいたいなと思うけど、今何発上がってるかな、見てみましょう、うん、今、うん、15発ですね、うん、ちなみに100発上げたら、うん、だからその光まで同意するわけじゃなくて、これ便所さんの枠だから、うん、同意する同意しないとかじゃなくて、便所太郎の枠でやろうって話だから、うん、そう100発欲しいかどうかは、うん、まあ、便所さんの意思なんで、だからこれは別にね、何発で決めるのも別に何発でもよかったんだけど、うん、まあ、100ってキリがいいなと思って、うん、そこはね、あとはもう各自で、ね、また配信やるんで、そこはそこで、うん、誰がこのやり方を考えた、まあ俺は考えてそれでいいよって、こうね、僕全然、そうそうそう、ワドはその代わり動画を撮って、はい、で家に持って帰って、その動画を見せながらみんなにもう一回解説すると、うん、光は光で後でもう一回、まあそうですね、字幕を開いて、はい、光なりの会見、まあね、見解というかそういうのを話すってことだから、はい、それで了承してもらって、まずは便所太郎の枠でそういうやり方でやろうということだよね、うん、やっぱりどうしても一人一人別になると、その例えば俺だったら俺の感情が入っちゃう、うん、光だったら光の感情が入っちゃう、うん、ワドだとワドの感情が入って、
やっぱり多少嘘が混じったりするんだって、うん、あずれてきますよね。でつまりあのこの間一人で行って帰りに配信した時もこうだったと思うとか、うん、多分こうとかっていう要は記憶が曖昧なものもあるわけ、うん、3人揃ってる時に配信すればやっぱり一人が間違えた記憶だったとしても、まあ、メモもあるけどね、うん、メモもあるし二人が記憶正しい記憶を持ってるからねそこが、うん、あそうじゃなかったよみたいな感じで言えるから、まあ、そうですね、うん、それがいいんじゃないのかなと思うけどね、うん、金牌は金の儲けの道具としか見てないけど金牌が言ったんだよ、うん、金牌が俺たちにあの俺なんか金牌を利用してあのふわちであの花火をこじってくれっていうまあそうですよね、うん、もうどんどんネタにしてくれって言ってましたね、うんうんその後のメッセージもあの繋がっていきますよね、うんうんまあ、どんどん金牌さんが何を言ったのか金牌さんが俺たちにその自分を利用してでもその花火をこじっていいって言ったそこの金牌の本当の気持ちっていうのはその後の会話にあるわけだからそのツバニャンとのあそれはダメですダメそれは言わないで、まだそうそうそうまだですね重要人物じゃないですかあそう、はい、もう言いたくてしょうがないんだもん、ね、もう言いたくてしょうがないんだもんさっきちょいちょいで出そうなんだもんね危ない危ない危ないツバニャンとタマちゃんの話は、うん、あそう、うん、タマちゃんと、うん、タマちゃんの、うんうん、とか、うん、そういう話もあるんだって、うん100金牌さんにあげたいって言うけどああ、それも、うん、もう金牌さんから僕ら、うん、あの、そうあるんで、うん、はい、大丈夫っすよタマコが、捕まったかどうかも、今日の会見で全部、まあ、そうですね、把握してます、 そう、把握します、はい、金牌かなり痩せてたねいやー、やばいっすね、痩せるし、だいぶ普段、その留置所でどんなものを食べてるかとか、うん、あ、もう、うん、じゃあ、今何が食べたいかとか、うん、そうですねそういうことまで、全部聞いてきたいろいろ聞きましたあなんか15分で聞いてたんだけど、うん、面会時間は20分だったねあそうそう長かったそうちょっと長めだった、うんうん、それは特別に20分だったのか、うん、普通にデフォで20分だったのか分かんないけどさ、うん、あと留置所の対応すごかったっすよねあの、うん、刑務官っていうとあそう、ね、の対応とかの話もできますいろいろできますねやっぱ俺たちがそうだったとかね、うんうん、そこを言っていいそどいや判断自爆なんで、まあ、でも一通りの流れがあるんでそうだ、ねあまあ、あれじゃないですか、うん、やっぱり、うんうん、そうちょっと長めにやっぱ話せたんで、 そうですね、うん、結構中身は濃いんだよ、うん、だいぶ濃いです本当に濃い、うんうん、でも金梅さんすごいなと思いました、うん、僕なんで話を聞いて、なんでかを言えないですなんでかは言えないですよ振りますね本当に花火、うん、ありがとうございますなぜ元気だったかって言ったら痩せ細ってたよね、うんうん、こまあまあまあこのアクリル、うん、アクリルボードのこっち側にいやどこから話してたの、ね、向こうアクリルボードの向こう側の部屋の扉が開いて入ってきた金馬を見て、うん、えってなったそうみんなね、うん、みんな3人してそうえってなんてえってあ、そう、あと弁護士の話も全部聞いてきた、うん、現時点でどうなってるか、はい、だからもうみんなが聞きたいこと全部てんこ盛りで詰まってます本当に全部話せますよね、うん、全部話す、全部話す、何隠さず、はい、で嘘を交えないで話す、うん、この回に限っては、うん、この回に限っては、うん、3人解散した後はお互いが、そうお互いがあの自分の都合がいいように嘘を交えて、うん、エンターテインメントだからそうです、ね、面白おかしく話したけど、ね、この回に限ってはもう嘘なく、うん、盛ることもなくそう真実だけを伝えるそうありのままの、うん、本当に面会行ってなさそうツイッターを見ろよお前留置事務留置のところで写真撮ってるだろそうですねそれ持ってくるであ、大丈夫ですか俺まで大丈夫ですかお坊さんにしかもオールだからね今日そう、うん、そうオールで寝ずに、うん、いやうんいやお願いしますよ、うん、あれ、うん、確ついてないあの今日はねあれなんだよねあの LTE テザリングで繋いでる、うん、そうドアの向こうに去ってくのを見送るですねそうそうそう最後ですね名残惜しい感じねそうそうそれを全部説明できるんでその最後に、うん、最後に金梅が言った言葉とかね俺たちと別れる時にやべ先に外あの部屋の外に出てくるんだけど最後に金梅が俺たちに託した言葉とか、うん、そういうのもあるんで、うん、いやいやじゃあ人の不幸をネタで稼ぐっていうけど、うん、金梅が言ってきたんだよ
その金梅を使ってあのふわちの花火をこじっておくれと、うんそこの真意っていうものが話を聞けば分かるから分かる、うん、全部分かる。マジでみんなが聞きたい情報全部本当てんこ盛りだね。金梅がその、うん、自分の名前を使って花火をこじっていいとまで言った、うん、その何だろう本当の本音っていうのが会話にあるからさ、うん、お疲れ様でした、うん、こじったからあの僕らのねいろいろ、うん、今度ね僕の方に入るから今度ご飯行ったりとかね、うん、遠征費に使ってさ、なんでニヤニヤしてるんですか。パソコンに使ってるから、パソコン欲しいんだって。爆走が本当に面会に行ったかどうかもう俺聞いてきたから、うん、でそれでもうまあ面白かったね、うん、面白かった、本当とにかく面白かった、面白かったですね、こんな言い方変だけど、で俺も言ったじゃん、もうツイッターにつぶやいてじゃん、ね、今日のこの配信に対して金梅の名前を使って花火こじきっていうハッシュタグをつけたじゃん。でもあれじゃないですか、一個金になってるのは罪名じゃないですか、やっぱり。そうだね、罪名、みんなが気になってる。そうだね、罪名が、まあこの間ツバニャンの話だと、うん、その暴行、傷害、器物損壊って言ってたんだけど、まあ、それが本当にそうだったか、うん、そうじゃなかったかってことも、どうしようかじゃあ時間決める？そう、あまり、このままだとね時間がもったいない、そうにらめっこみたいな感じになっちゃうね。そうじゃあグリエックス最初は俺それでやるつもりなかったんだって、金梅がそれ言ったんだよ、うんうん、枠をやるのって言うから、うん、やるよって言ったらふわちで花火を上げてもらってっていうことを会話の中でね、まあ、俺も言ったけど、うん、俺もそれをやっていいかって言ったけど、うん、それをオッケーが出たからね。じゃあとりあえず一服してみましょうか。じゃあとりあえず一服してから。一服してくるわ。こう禁煙だからさ。はい。じゃあとりあえず一服して。順番で行きます。順番で行きますか。残りましょうか。どうします？僕残ります。何でもいいですよ。全員で行ってもいいし。3人で一応いいじゃない。あ、じゃあいいですか。オッケー。あいや。やばいやばい、自動延長にするの忘れてた。延長します。ちょっとタバコ吸ってくるわ、うん、花火投げといてね、
しょうがないなお前たちは。え？なんだかんだ言っても2400人から下がんねえんだもん、ね、じゃあ分かった、ね、じゃあ今3人で話してきたんだけど、 あと10発で話すってことにした。あと10発で話そう。もうサクッと話そう。サクッと10発で上がって話そうぜ、うん、花火一発に対して1質問とか、うん、いいじゃん。30でいいよ。30、7割引き。なんと今なら7割引きっつってね。値下げ本当に。そう、もうあのテレポ買えるから、もう30に買えるよ。30よく見るコメントあるじゃないですか、テロップ、ね、花火30発お願いします。そう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 、10発お願いしますから、ね、よく見るあのテロップみたいな。だいぶ太っ腹ですね。これでだって上がんなかったよね、別にね。それぞれの配信で言えばいいんじゃない。そうですね、嘘を交えて、うんうん、嘘を交えて、嘘を交えて。だな、下がるか。わだっち早く花火上げてって。して指名が入って、指名が。指名入ってる。ありがとう。光る話してよ。ドッピー。大丈夫。あのあと10発、うん、あと9発だ、ね、あと9発か。9発上がれば、そうだね、もうあのちゃんと聞けます。うんうん、よいしょ。ね。今21発だもんね、あと9発ね。うん、うわっ、ありがとう。ドッピー。あと8発。あと8発。うん、そう、あと各自あの自爆やるんで。うん、そうそうそう。うんうん、だここはもう30で全然いいっす。うわ、かわいそうだったな。いや、そうですね、やっぱり、うん、いろいろと、うん、うん、いや、いいんで、今回はもうクズになり下がるからね。まあ、そうですね、そうそうそう、やっぱ、うん、でもなんか意外でしたね、僕、話聞いてて。どいや、あの、金梅さんはこうだろうと思ってたんですよ。こういうこと言うだろうと思ってたのが、うん、そうだね、そうだったんだっていう、うん、金梅さんの気持ち的な部分で、うん、俺はそれよりも、はい、そのなどう長いの長い、うん、まあ、言えないね。いえ、どういう風に言えばいい。なんか P 入れたいのも、俺だけ喋るとか処分というか、そのあれがちょっと意外だった。ああ、それはありますね。そうですね。俺たちがいろいろ自白でね、うん、まあ他のユイカとかも言ってたけど、うん、言ってた処分とはちょっと違った。あ、確かに。だからな、確かに、うん、そうですね、もう真実が、うん、光林さんは大丈夫だったね、ナオさん、ありがとう、ね、あるに、そう、林さんは一応ね、こんな形でした、うん、こんな形っていうんだけど、こういう感じで、うん、もうすごいなんか、野生細って、これマジで本当こんな感じだから、うん、お花火ありがとう、アベニー、ありがとうございます、本当こんな感じです、マジ本当そう、あ、やばいやばい、おお、おお、お花火ありがとう、ペニーさん。皆さんお願いしますよ、あの真実を語りたいんで、僕も、うん、ね、うん、そう、げっそりしてたね、あの今日はもう別に叩かれる覚悟でやってるもん、ね、まあそうですね、やっぱり今日は荒れる、そう、荒らしてる、だからこうやって、こういうわざと叩かれる、和藤先生、和藤先生、ふわっちで、もうすぐ3000人ですよ、すごい、そう、だからね、あのこうやってわざと叩かれる枠をやってるのも分かってほしい。なんでかというと、それだけ多くの人に見てもらえたからね。金梅が伝えた、おー、ありがとう、ありがとうございます、そう、金梅が多くの人に伝えてほしいって言われたんです。そう、それはもう伝えないですね。で、僕らもやっぱできるだけ、あと一発だ、あと一発、あと一発、あと一発ですよ、できるだけ多くの人に、よっしゃ、来た来た、よっしゃ、来たー、おかすとペイ、じゃあ始まりますよ、長くもらいます、あと一発ですね、あと一発、今のであと一発です、あ、来た、あ、ツイッターで、よっしゃー、イエーイ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 、ギャッ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 、あと、じゃあ、あの、じゃあ僕のメモ、はい、今出します、じゃあ行きますか、ちょっと待ってください、全部メモしてあるんで、はいっす、はい、よし、こちらです、おっす、じゃあ今から、じゃあテロップ変えてもいいんじゃないですか、テロップ変えます、はい、そうだね、金梅の、真実を話します、うん、金梅について金梅事件簿、うん、金梅事件簿金梅事件簿、金梅事件簿、金梅市初老の事件簿、金梅事件簿、金梅市、金梅市初老みたいな真実
金林初老の事件も、ね、真実を伝える、はい、よしよし、さあいよいよ来ます、皆さん始まりますよ、ちゃんとみんなあのいや今からは、いやさっきまで叩いてよかった、うん、これからあのアンチコムしたやつはブロックして、この放送が聞けなくて逆にブロックして、まあ、気になっちゃうけど、ところで落とされちゃうの、この放送をもう聞けなくするからな、気になってしょうがないのに、あのツイッターフォローしてないやつもブロックする、うん、どこのどれの深夜食堂ですか、それジャポニカ重症じゃねえんだよ、つって花火ありがとうございます、ありがとうございます、あ、メモ取っていいよ、うん、うん、ですね、じゃあお願いします、はい、お願いします、3人で、はい、面会行きました、はい、で、リュウチの面会室に案内されて、うん、俺たちが配信者だっていうことをその刑務官とか警察官が知ってて、うん、すげえ調べられたよね、調べられました、バッグですね、はい、あの携帯電話とか、そうバッグの中身全部、うん、そう、バッグの中身全部出されて、あのね、うん、これちょっと裏話なんですけど、うん、実はバッグみんなチェックされました、うんうん、僕もね、あのこっち一人一人チェックされるじゃないですか、うん、僕のバッグだからバイアグラ入ってたよ、実はちょっとこれ何っつって、バイアグラですっていうのちょっと恥ずかしかった実はバッグだけバイアグラが入ってますその情報いる、そう、それで違う、その情報今いる、恥ずかしかったよねそうで、この、うん、全部荷物、俺たちはポケットの中まで全部何も持ってない状態で、うん、面会室に入ったんだけど、うん、そこに来た女性の警察官に言われたのが、どっかに録音機仕込んでないですよねとか言われて、すごかった、どこまで疑われるの配信者と思ってさ、そう、うん、読み上げがうるさい、読み上げ言ってない、読み上げ、それ見てる方が読み上げやってるじゃん、そっちが読み上げで、見てる方も設定あるんで、うん、設定で読み上げオフにしてみて、あ、ゆいがさんがミラーしてる、ミラーは許可してないんで通報してください、バンデーゆいがさんの放送通報してください、僕もミラー許可出してないんでよろしくお願いします、一発です、ね、よろしくお願いします、あとね、あの僕ね、ツイキャスの あの運営の方にも通報しておくんでよろしくお願いします、で、うん、あの3人、俺が真ん中で、左側にワド、はい、右側に光るっていう感じで横並びでアクリルボードの前に座ったわけ、うん、で入ってきたあの金梅は本当にげっそりしてて、はい、なんでもこう生きてるオーラが感じられなかったの、うん、で、あの第一声が、そう座って第一声、俺たちを見て、うん、第一声が助けて、そう助けて、静かでしたよね、そう静かでねそう3人の 目を合わせた後に、うん、名前とか言わずにまず第一声が助けてであの、まあ、もうさっさと話しちゃうよ、うん、罪名は器物損壊と暴行、うん、障害はない、ね、障害ない、器物破損と暴行、タマちゃんの携帯電話を壊したことと暴行、うん、そうですね、で累犯はない、去年の沖縄でツバネに暴行障害かな、うん、で、あの10日拘留と10万円の罰金になった、事件があったんだけど、累犯は取られなかったと、うん、で、弁護士はまだ決まってないです、今日決まるって言ってました、土日だったんで、うん、今日あの弁護士が決まると、で、あの今いる仮のね弁護士さんの話では、あの20日拘留の罰金刑ではないかと、うん、いうふうに、あのではないかっていうのを弁護士が金梅に話したと、うん、で、あのタマちゃんなんだけど、タマちゃんは初日に釈放されてると、うんうん、一応タマちゃんもあの捕まったというか、そうまあまあ一日、うん、そうそう一日いたんだけど、うん、もうその初日に返されてると、うん、で、金曜日に面会に来たのはツバニャンで会ってるそうです、ツバニャンが実際行ったそうです、うん、でまず出たら何がしたいかと、まずその出所したら最後に釈放されたら何がしたいかって言ったら、まずタバコが吸いたい、うん、第一にそれ、そう第一にタバコが吸いた い、ね、吸いたい、次に肉が食いたい、うんうん、であととにかく留置場から出たいと、うん、であ酒も言ってましたね、ビールも、あそうだ酒だ、うん、そうそうそう、だタバコと酒と肉だと、うんうん、でとにかく留置場から出たいと、うん、配信のことは今考えてないと全くそれびっくりしますよ、うん、俺たちは配信したくてしょうがないかなと思ったけど、うん、もう酒と肉とタバコしか考えてなくて、そう配信のことは考えてないと、で基本的な欲求を満たしたいというふうに言ってた、で、ステーキを 500g 食ってビールを3杯飲んで、その後に角エビ肉って言ってた抜き肉らしいで出たらどんな配信をしますかっていうのを聞いたんだ、俺は出たらどんな配信したいのって言ったら、あのいきなりステーキから配信して、あの祝電が入るまで配信をやり続けるいう答えをいただきまして、
で、その配信の内容は、まあ、謝罪、みなの謝罪配信と、まあ、女絡みの配信はもうしばらくやらないと、うん、言ってましたね、うん、女立ちをすると、うん、でその中にツバニャンからもそのコラボを頼まれてるんだけど断ってると、ツバニャンがその釈放、うん、そう釈放されたら一緒に配信しようっていうふうに言われてるんだけど、うん、それ全部断ってるらしい。そう、うん、でキャスバーはあの怖いからもう行かないと、うん、なんか怖がってましたね。そう、なんか怖い、そうだから出たらどこ飲み行くのって、キャスバー行かないのって言ったら、キャスバーは怖いから行かないと、うん、そうで、じゃあ留置所の生活はどうなのって言ったら、うん、夜と朝は毎回コロッケだと、うん、で昼飯は食パンと牛乳しか出ないとか、うん、だからもう本当になんか栄養失調じゃないけど、もうほっぺたがこけてたもん。揚げ物しか出てこない。そう、夜と、はい、そう、夜、前の日の夜に出た揚げ物が次の日の朝飯だ、うん、そうそう、そのままね、前の日コロッケだったら、うん、夜コロッケだったら次の日の朝がコロッケ、そう、おのぼり、うん、コロッケばっかりって言ってましたよね、うん、そうで昼飯がもう食パンと牛乳しかない、うん、でリスナーさんに伝えたいことは何ですかって言ったら、たびたび塀の中に入ってしまって申し訳ないと、うんそういうこと言ってて、で面会に関しては来なくていいって言ってました、うん、リスナーとか配信者とかも面会は来なくていい、来なくていいって言ってました。多分面倒くさいんだと思うんだよね、うん、いちいちこうチェックされて出てるのが、ね、ただ手紙が欲しいと、うんうん、手紙に救われてると、うん、で今現在7通来てて、とにかく手紙をなんかもうトラック1台分ぐらい欲しいと、なんか10トントラックいっぱいに持ってこいって言ってました、ね、そうですね。でただ面会は来なくていいんだけど、うん、差し入れに関してはお願いしたいと、うん、で雑誌を差し入れしてほしい、週刊誌とかね、うん、週刊誌とかの雑誌で、あとはプレイボーイとかね、うん、プレイボーイ欲しいです、プレイボーイが読みたいと、うん、言ってたのと、あとは占い系の本を差し入れしてほしいって、なんか手相占いがどうだ、つばちゃんが手相占い本を差し入れしてほしいって言ってたのが、うん、本当か嘘か分かんなかったんだけど、そう分かんなかった、持ってけなかった、うん、ガチでその手相かどうかあれだけど占い系の本を差し入れしてほしいってさ、うんうん、で、あと現金の差し入れが欲しいと、うん、あ、花火と、うん、小説はいらないらしいです、そう小説はいらない、いっぱいあるみたいなんで、小説とかなんか中にあるみたいで、週刊誌とかその占いの本がいいみたいで、ね、あとは現金と手紙が欲しいってさ、ね、うん、手紙とにかく欲しいって、とにかくあの手紙が欲しいってさ、うんうん、あと現金と雑誌、ね、はい、でとにかく今 書から出たいから、うん、じゃあ俺たちには拡散してってほしいと、そう、うん、どんどんね、そうだから俺はあえてその叩かれるようなテロップ で、ね、まあ、でね、そう、人数閲覧数を上げてから話してるんだけど、うん、とにかく出たいと、もう配信にもうタマちゃんが見てると思ってそれに訴えかけるように言ってほしいと、うん、被害届を取り下げてほしいと、うん、このままだと20日間残り2週間ぐらい拘留されると、タマちゃんが見てるんだったら取り下げてほしいと、取り下げてくれるんだったら新しい携帯も買ってあげるし、美容院にも連れてってあげるし、うん、服も買ってあげると、ね、罰金で10万20万払うんだったらそのお金をタマちゃんに使いたいと、うんうん、だからもしねこの放送を見てる人が行き先を知ってたりとか連絡が取れるんであればそれを伝えてほしい、もしくはタマちゃん本人が見てるんだったら、うんうん、取り下げてあげてほしいと、うんうん、いうような流れでしたと。で10日間ぐらいで、まあ、今6日だ、あと4日ぐらいで、そうですね、うん、リスナーさんは俺のことを忘れてしまうだろう、ああ言ってましたね、言ってましたね、そうなったら本当のオワコンになってしまうと、うん、でこのアクリルボード、そうこうやって、そうアクリルボードにこうやってしがみついてね、分かる、アクリルボードあるじゃん、うん、アクリルボードにこうやってやって、うん、ね、このアクリルボードのこっち側が本当のオワコンの向こう側だって言ってた忘れられちゃうって言ってましたね10日間もこんなとこにいたらみんな俺のことを忘れちゃうと、こうしがみ、俺が真ん中にいて俺が正面だったんだけど、こうやってしがみついてアクリルボードに、こっからこっちが本当のオワコンの向こう側だったっつって、うん、言ってた、悲しそうな目してましたねほんでもう泣きそうだったよ、泣きそうだったガチ泣きそうだった、ちょっと半泣き、うん、そうマジで、で帰り際に最後にあれ最後に最後の一言、最後の一言、最後の一言はですね、うん、最後部屋を出てくる時に言った言葉がこれですね、寂しい、寂しいで終わりましたね、寂しいって言って出て行きましたね、寂しいって言って重々しい扉から出てって刑務官って止めた、うん、それで終わったんだけど
とぼとぼ歩いてきましたね。服はそうそう、本当に服はね、あの、うん、スウェットの上下を着てたんだけど、うん、グレーのね、グレーのスウェットの上下着てたんだけど、うん、あの亀有警察署から借りたやつで、ここに丸亀って書いてある。最初何この亀、俺はてっきりドラゴンボールみたいな、うん、亀線流のなんかあのね、同期スウェットかな、ね、しかもあのマジックで、マジックで亀、ここに亀、グレーのスウェットのここに丸亀って書いてあって、ズボンもズボンもこの辺に丸亀って書いてあって、横に XL って書いてあって、うん、びっくりしました。サマが来てたのもそうだけど、うん、黄色いやつだけど、そう、なんかそういう連想でやっぱ見ちゃってたから、なんでカメしてるんだろうと思って、つがつい突っ込んじゃった。コメントでね、質問等があればね、うん、はい、まあ今もう今な話したことはもうほとんどなんだけど、まあそうですね、本当に、うん、それ以外でもね、あの質問で気づければと思うけど、うん、そうです、うん、なんか質問があれば、タマ子にハマる、いやそれは分かんない、タマちゃんの今の居場所が分かんない、そう、連絡もつかないし、もう釈放されてるんだけど、そう、まあ、こっからじゃ憶測になるけど、うん、まあ、誰かがかくまってるんじゃないかと、そう、うん、いうことなんだよね。とにかく放送で拡散とかリスナーさんに拡散して、たまちゃんに気づくようにしてほしい、多くの人に伝えてほしいって言われたわけだ、うん、まあ、とにかくやっぱり被害届取り下げてくれればすぐにでも出れる状態らしいんで、そう、被害、だからもう、うん、被害届をたまちゃんが取り下げればすぐ釈放になるわけね、うん、そう、そうなるんだったら俺はたまちゃんにその罰金と同じ、うん、そう、罰金と同じ額払って携帯も買ってあげるし、美容室も連れてってあげるし、うん、新しい服も買ってあげるという、うんうん、そうだね、またでもタマちゃんとまたセックスがしたいかっていう質問に対しては、うん、それはないって言ってた、うんうん、もうだから女性と、うん、関わらない配信で、まあ、そうよね、うん、言ってたし、つまりの話はなんか一部本当で、ただあいつの場合はなんか多分とか で、うん、でもなんとかかもしれないみたいな言い方が多かったから、そうですね、うん、タマちゃんとの復縁はありえないっていうようなニュアンスでしたよね、うんうん、言ってます、あくまでもその取り下げてくれるんだったら、うん、その罰金の分タマちゃんに使っても全然いいというような言い方ですね、うんうん、弁護士費用国選にってことですか、そうです、最初はそう、国選だと思う、うん、ただその弁護士が今2人候補がいてどっちになるかわからない、今日決まるということだった、なんでね、あの弁護士の名前とかもちょっともう分かんない状況、そう、弁護士誰に頼んだのって聞いたんだけど、うん、あのまだ決まってなくて、今日月曜日に決まるというんです、そうです、うん、面会室36階でしたっけ、え、面会室階は2階でしょ、2階、2階どっから36階です面会室は2階、要は留置係が2階だってこと、そうだね、手紙は亀有警察の留置係の山崎誠宛てで届くと思う、うんうん、差し入れもそうです、差し入れもそうだね、リスナーさん出してあげてください、うん、東京拘置所じゃなくて亀有警察署、うんうん、あと現金も、うん、差し入れてほしいと思います、そう、この間あの現金は現在あの村の光から入った5000円だけだった、うん、で手紙は7つで、手紙は本当に嬉しいです、いやもう喜んでました、うん、手紙いっぱいくださいって言ってました、で今日は我々はあのワードが手紙持ってたのね、あ、そうです、リスナーさんからコメントで金梅さんのメッセージまとめて手紙で渡したので、うんうんうん、はい、3人のうち誰かあげられないのってどういうこと、どういうこと、コメント見ていいだろうよ、うん、金梅は被害届を出してるかどうか聞いてないね、でも出してないってことですよね、うん、釈放されたとか、うん、まあ、出してたとしてもすぐ取り下げたってこと、まあ、受理されてないってことですね、うんうん、暴行の内容に関してはあまり詳しく言ってなかったね、うん、3000、4000いきますよ、あくまでも暴行と器物破損、破損、うん、要はタマちゃんに暴力を振るったということと、タマちゃんの携帯電話を壊したということで逮捕と、うん、タマはなんで悪くないか、悪い悪くないよ、だってその 警察とか警察署が決めることで、で本人がやっぱり金梅がその、まあ、被害届を出さなかったか、もしくは出したけど取り下げたんであれば、うん、それしょうがないよね、まあそうですね、うん、あと電話が殺到してるっていうの困ってましたよね、手紙が、ね、手紙がいいっつって、うん、警察署にたくさん問い合わせがあって困ってるんだっていうのを言ってたから、うん、手紙送ってほしいです、そう、手紙送ってあげてほしいっていう、うん、いるのは確定なんで、つまりは1万円差し入れしたって言ってた、それは嘘ですね、それ嘘です、うん、村の光からの5000円しか来てないんですよね、うんうん、
タマのね実家でタマがどこにいるかが分かんないのよ。あの目撃情報すらないから。そうですね、うん、だから誰かがかくまってるんじゃないかなと思ってるけど、うん、まあ、電話も出ないし直電も、うん、あの LINE もずっと既読ついてない。だからツイッター更新してるってことは、うん、まあもう携帯をいじれるところにいる、まあ、にるで誰かが配信しないようにかくまって止めてるんだと思う。おそらくそうです、ね。なんでタマちゃんこれ見てるんであれば、うんね、タマちゃんの関係者とかも、うん、取り下げてほしいですね。そうだね、被害届を取り下げてほしいですね。お願いします、本当に。爆速が弁護士費用の工面を頼まれたっていうのもそれも嘘です、まあ、絶対ありえないです、うん、それは嘘です、うん、苦戦なんでありえないです。そうなんでそんな嘘をつかんだろう。そう、うん、タマちゃんが先に暴力を振るってもそれに対して男がやり返しちゃうとやっぱり男と女で男が悪くなるパターンが多いのよ、うんうん、まあ、力が強いからってことで、うん、被害届を取り下げたら釈放というのは消せるよ。まあでもそれはしょうがないよね、うんうん、でもその分そのタマちゃんは被害の補填でその携帯新しいのと、うん、その罰金刑にかかるお金はタマちゃんに現金で渡すっていうことを言ってるんで、うんうん、でもうその関わらないって本人が言うのであれば関わらないしっていう、うんうん、そうだからあの金梅さんはそのあれも気にしてましたね、うん、電話とかにもそういう連絡も返してこない、配信もやってないっていうので、うん、弁護士が連絡しても出ないんじゃないかっていうとこをちょっと不安になってたね、うん、こういう感じですね、うん、長杉誠容疑者、うん、あ代表したの僕が似顔絵を描かせてもらいましたけど、もう本当こんなゲストリアってましたよ、うん、山崎誠容疑者40歳、自称ネットアイドル、うん、もう痩せて細ってましたね。痩せてたね。だから、ね、うん、この昔の痩せてた時の血の引き流れ香川みたいな、うん、あーそうですね、髪なんかこう下ろしてて、髪なんか長くてこう2つに分けてね、うん、襟足もすごい伸びてたよね、伸びてましたね、そのスウェットの後ろにつくぐらい襟足が伸びてて、うん、ボサボサだった、うん、だからね、まあ、俺もどうなるか分かんないけど、その、まあ、言っても、まあ、俺は障害がつくと思った、ルイハンと障害がつくと思ったから、うん、執行猶予になっちゃうかなとか言ってたけど、まあ、安心してもらえたのが、まあ、長くても20日拘留と、うん、20日拘留の罰金刑で済むってことだね、うん、ご飯も質素で、お昼ご飯は食パンと牛乳しか出てこないと。そうですね。で、その日の夜出た、で揚げ物ばっか出るって言ってた。コロッケ多いね。揚げ物ばっか出て、夜出た、その例えば夜がコロッケだったら、次の日の朝ご飯もコロッケだった。そう、残り物ですね、完全に。夜の残り物が朝ご飯に出て、昼のは食パンと牛乳だけだと。長くてもあと2週間ぐらいです。そうだね、今6日、7日目、6日だったのか。6日です。だからあと2週間ってこと。早く出たがってましたよ、うん、そう、出られるとしたら、もう今日にでも、いやだから、タマちゃんが被害届を取り下げればもう今日明日にも出れるけど、それがなければ長くて20日、残り2週間出てこれないと、うん、で、電話か、いやいや、いいですで、なんだっけな、何をしたっけ、2週間か、うん、で、やっぱ10日も入ってたらみんな俺のことを忘れちゃうと、ね、すごい寂しそうに言ってた、うん、だから俺たちが配信でやっぱりこう話題にしてほしいと、うん、みんな話題にしなくなってくるのが一番怖いって言ってたね、うんうん、中ではなんか同じ留置の若い、そう、22歳の男の子がいて、そうそうするとなんか食い物の話しかしてないですよ、なんか家も近いから一緒に出る、うん、出るはっとけには、うん、そのなんか何でしたっけ、何が食べたい、何が食べたい、もう食べ物、いきなりステーキ、そういきなりステーキ行って、うん、角エビ行って何でしたっけ家に帰るって言ってましたね、うん、そう、いきなりステーキ行って 500g のステーキを食いながらビール3杯飲んで、その後に角エビでそう、すっきりして、お家に帰るって言ってましたね22歳の男の子と、そう、さあ、ね、さんお茶持ってきます、花火100発っていうのは別に俺、金馬が言ったわけじゃないけど、金馬が言ったのが俺が金ちゃんに、うん、じゃあ分かったらこの後放送するわっつって、うん、金ちゃんの名前利用してこじるわっつったら、うん、
あのそれでそれをやってあのみんなに伝えてほしいって。そうですね、まだ。だからわざと俺が最初に叩かれるためにそういうテロップにしたの、うん、わざとツイッターにさハッシュタグつけたじゃん、金梅の名前を利用して花火攻撃って言って、うん、で花火100発で話し出すっていうことをやればやっぱりうわーって湧くじゃん、アンチも湧くでしょ。で叩かれるってことはそれだけ閲覧も増えるわけ。まあ上がりますからね。閲覧が増えたところで話をすれば、ね、じゃあたくさんの人に聞いてもらえるわけでしょ、うん、そういうことだよ。まあ、そういうことですね。どうなんだろう、他に何か聞きたいことはある、うん、ある方います？リスナーさんで逆に何か気になる点とかは。まあでも本当確実にこれはあの今さっき言ってきた、うん、まあ、今日朝10時ぐらいの本当にまんまなんで、ちゃんとメモ取ってきてあの今の話の流れなんで。俺と光が金梅に、はい、まあ、交代というか俺がメインで聞いたけど、うん、その合間に光が質問をして、はい、その会話を全部横であの和道がメモじゃん、どういう質問に対してどういう答えっていうの、うん、でそれを後でその光と俺と見直して間違いがなかったかどうかチェックして、はい、で俺が抜けてた部分を書き足したりとかして、うん、今の話が出来上がった。そうです、うん、罰金は多分、え、30万以下だっけ。どうなんですかね、多分10万から30万の間じゃないの。そんぐらいってことですね。去年その妻に暴行した時は、はい、10日拘留で、はい、罰金が10万円だっけ。あ、そういうこと。そう、10万円だったんです。去年の暴行は10万円だった、はい、うん、まあそのぐらいじゃないかなとは思うけど、うん、タマちゃんに関して恨んでる感じはなかったよね。逆にあのタマちゃんは恨ん俺のこと恨んでるなんて言ってた、うんうん、逆に。だからあのタマちゃんにあの取り下げてほしいと、うん、とにかく出たいと、うんうん、留置所から出たい。で面会に行った俺たちができることって言ったら、うん、ね、じゃあ金梅が今すぐ留置所を出たい、で俺たちが手助けできることは、うん、こうやって配信で拡散してタマちゃんに呼びかけることなんだ、うん、タマちゃんが、被害届を取り下げればすぐ出れるわけだから、うん、こうやってたくさんの人に呼びかけること。そうですね、これしかできないんだよ、うん、もうとにかくその拡散してくれっていうのを、うん、もうみんな配信者でタマちゃんに伝わるようにってお願いしてる、うんうんうん、それ以外にね、捕まった人に何もしてあげられないからさ、俺たちはさ。お、延長します。よいしょ。差し出して、あの、手紙だけだよね。じゃあ、昨日さ、俺仕事前に買い物したかったんだけど時間がなくて行けなかったのよ。で朝、店もやってないからさ、うん、まあでも差し入れいりますかって言ったことに対して、うんうん、あの、金梅さんはやっぱその雑誌と占いの洋服とかはいらないって。そう、あの、洋服とか俺も言われて、うん、洋服買っていこうと思ったのよ、うん、スウェット買って紐抜いて持ってってあげてとか言われたけど、うん、あの金梅のリスナーに、うん、洋服はいらないと、うん、欲しいのはあの手紙と雑誌、うん、あとは現金っていう感じでした、うん、あ、携帯なんかも全然使えないし、もちろんタバコも吸えないし、まあ、公衆電話ももちろん使えません、うん、たまと、だから示談、示談、だから金梅がそれを望んでるんであればね、やっぱ示談に、まあそうですね、もう取り下げてるのがやっぱり優先だと思うからね、うん、どうなんだね、示談金を要求して、うん、そのお金を払えば、うん、じゃあ取り下げるっていう形になるのか、うん、まあ、これを聞いてたまちゃんか、はい、ね、取り下げてくれるかわかんないけど、わからないですね、うん、実際タマちゃんおるの？ん？カマいるよって言ってるけど、わかんない、コメントでいいのかな。いや、いないでしょ。まあ配信もしてないしさ、うん、まあちょっと本当消息不明ですよね、うんうん、まあでも何よりも早く出てほしいですね。そうだね、やっぱちょっと配信会寂しい、うん、寂しいっす。クズだけどね、うん、クズだけど、うん、で女と絡まないって言うからさ、うん、女と意外でしたね、もう嫌だって言って、そう、女に懲りたんですよね、うん、言ってましたね女とキャスバーは懲り懲りだって言うさ、うん、ね、そう、光の電話にも出ないでしょ。そう、全く出ないです、うん、電話は鳴るけど、うん、全然出ないし折り返しもかかってくる。いや、アクリル板には触れるよ、うん、俺とあの金梅のアクリル板を、そう、アクリル板越しにこう手を合わせたから、手と手を合わせたから、こうやって、こうやって、金ちゃんっつって、こうやって、
助けてって言われた。ずっと言ってましたね。寂しいっつって。寂しい、助けてってさ。うん、いやっつって。そう、泣いてた、泣いてましたね。そう、アドレナリン触れる。ただあの面会室にはもう携帯電話とか録音機器とかカメラ、うん、ビデオカメラ、うん、その他こう何かこう記録できるものってのは持ち込めない、うん、記録できるものは紙とペンだけ、わかる、その画像動画音声そういったものを記録することができないんだよ。だからその向こうの金馬屋の方の刑務官もノートとペンだよね、それでメモってるし、で俺たちもボールペンと紙をワードが持ってそれにメモったってこと。話す内容は何でも話してる、何でも大丈夫。ただそのアクリル板越しに物を渡したりとかっていうのはアウト。そう、英語で喋ったりとか、そう、あと外国語で喋るのもダメなんで、うん、英語とは限らない、うん、中国語とか韓国語とか外国語で、要するにその刑務官が全部メモしてるから、うん、あのまあこれは外国人の犯罪者逮捕者とその面会者がやるんだろうけど、その刑務官に分かんないようにその外国語でこうやり取りするっていうのが禁止されてる、うんうん、花道さんの質問なんだろう、ちょっと待って、どこどこどこ、下の方っすね、ちょっと待って、どこだった、いや結構もう流れちゃった、流れちゃったから、はい、もう潰れちゃってます、ね、なんていう質問だってちょっと教えて、なんで質問だったの、花火の質問何だったんだろう、残金100万、あ、タバコは吸えない、うんうん、いやいや、つまりゃんに弁護士費用は頼んでないから、頼んでない、頼んでない、うん、それはつまりゃん嘘をついたの、そう、うん、だからつまりゃんがふわっちで弁護士金梅さん助けたいから、うん、弁護士費用をこじっていただけなのって、うん、嘘ついて、すごいよね、コラボしようって、つまりに胸を見せてって言ったのが本当か、それ聞くの忘れたな、あ、つまりにおっぱいを見せてって言ったかどうかを聞くの忘れたわ、うん、だからその弁護士費用を頼まれたっていうのはつまりの嘘、うん、嘘です、うん、ありえないです、うん、そうだから弁護士については僕も視線の弁護士を、うん、あのまあ用意しようかって言ったんだけど、もうあのまあ、俺も枠でしたけどもう頼んでると、はい、うん、ただ今日中にその誰、うん、弁護士が決まると、そうです、ね、うん、今2人候補がいるんだって弁護士の、うん、どっちにするかっていうのを今日決まるんだって、うん、ありえないってこと、うん、決まり聞いてよ、うん、頼んだからその弁護士に関してはつまり頼んでないってはっきり言ってたんだ、うん、言ってた、うん、自分で頼んであるから、うん、ただそれが土日、昨日一昨日と土日だったから、うん、今日決まるというふうに言ってた、うん、持参金100万だって、だつまりはそのリスナーを騙したと、そうだ、当番弁護士が今話をしてるんでしょ、うん、でそれでその当番弁護士からその2人いる今いる候補の中からどっちかに教授に決まるってこと、うんうん、まあ、面会に行ったことはつまりゃんが言ったのは確認してきた、金、うん、俺はあえて金曜日、ね、つまりゃんが来たっていうふうに聞かなかったから、要は金前はさ塀の中だから放送とか全然見れてないわけ、うん、だから俺はしらっと金曜日誰が面会に来たのって聞いた、そしたら金前がツバニャンが来た、うん、最初分かんないみたいなこと言ってたんだよ、そうちょっと濁したんだけどツバニャンが来たってはっきりしたから、うん、それは確かにツバニャンが来たんだよ、うんうん、でもあの警察の人にも僕聞いたんですよ、うん、あの金曜日に助手来ましたよねって、うん、面会に言ってたら、うん、あ来ましたねって、あそれは教えてくれたんだ、そう、はい、言ってました、そう長くて20日拘留で罰金だろうって、だから今の当番弁護士が言うことだからね、だからそこはだろうなんだけど、まあ、でも、うん、まあ罪名見たらそうっすよね、そうだね、まあまあ、暴行と器物破損、うん、で類犯もない、類犯もなく障害もないし、うん、ないから、うん、もう罰金っすね、罰金、うん、明日以降の面会に関しては来なくていいって、うん、あの面会は来なくていいって、うん、ただ差し入れはしてほしいです、そう、
手紙雑誌現金配信者とかリスナーはもう今日ねもうこれ以上面会来なくていいですよね、うん、面会来なくていいからもう手紙をとにかく欲しいと、うん、手紙をとにかく送ってほしいって言った、うん、差し入れは雑誌と手紙と手相とは言わなかった、まあ、占いの本が見たいって言ったね占いの本と、まあ、いろんな雑誌と、うんそうですね、あとプレイボーイが欲しいってさプレイボーイ、うん、雑誌のプレイボーイエロ本ですね、うん、エロ本だねエロ本ですね、うん、手紙は亀有警察署の留置係の山崎誠宛て、うん、で大丈夫多分みんな送ると1人5冊までしか中に入れられないんで1人1冊でいいと思いますよ、うん、あと手紙そう手紙をとにかくタバコとかを差し入れしても吸えないから、うん、処分されちゃう処分されちゃう、うん、それなら現金の方がいいです、うん、中で買えるんでで多分金盤はそんなお金に今困ってないんだと思うんだよね、うん、要は雑誌と手紙って出て俺が現金の差し入れはって言ったらあそれはありがたいと思ってさ、うんうん、でもそんなにって感じでしたよね、うん、まず手紙そうまずもうとにかく手紙が欲しいってさ多分なんか暇なんでしょうねそうもうやることはないんだけど本当にその今7通届いてるんだけど、うん、手紙を何回も読んで本当ありがたいって言ってたの嬉しいって言ってた、うん、7通届いてるっておっしゃってましたけど、うん10トントラックいっぱいの手紙が欲しいって言ってた多分今の金前の精一杯のこうなんかギャグっていうかその笑いだったんだと思うんだよね、うん、風呂とシャワーは、2日に1回か3日に1回です、うん、だからツワヤンが言うことはまあ、一部本当だった、うん、でも大概がやっぱり自分に都合がいいように話してる、うん、だから今日はもうこうやって3人揃ってて話すから間違ったことを誰かが言えば他の人が突っ込むし、うん、絶対そうなると分かってたもんね分かってますねこれじゃあ面会終わってじゃあお疲れっつってやって和道が自分の家帰って放送したらやっぱ和道が都合がいいように話すし、うん、俺だって俺が都合がいいように話すし光は光もそう、まあ、まとまって便所さんの枠で全員証言が合うようにしようっていう、うん、そうで3人で話そうってなったわけだね、うん、封筒の制限とか多分ないと思うよ普通の茶封筒で渡してたもんね茶封筒で、うん、はい光に質問していいよ何でしょう何これ行かれたなんとかさうんそうそうそうプレイボーイ限定じゃないなんか週刊誌の補助週刊誌とエロ雑誌をやるみたいですああ嘘だね同棲も嘘つまりゃんにそう誘われてるけど断ってるって言ってたはっきりと女との配信はしばらくしないと、うん、言ってた言ってましたね、質問なんだろう来た流れちゃったかないやまだ来てないですねつまりゃん一人が言ってることを信じるか俺たち3人が言ってることを信じるかは君たち次第だよあと2週間後に出ます長くてもあと2週間ぐらいね、うん、20日交流だからね爆走の嘘をツイッターにアップしてほしいなんだろうね爆走の嘘は、うん、まあ、占いの方が欲しいって言ってたけど手相と断定はしてなかったってことと留置情報3回って言ってたけど2回だったってこととあと弁護士費用を頼まれたっていうのが真っ赤な嘘だったってことだね、うんうん、花火損したそう起訴されないってうん、不起訴、うん、今後金バエ、うん、なんだ今後金バエと絡みますかあと聞くんですが光さん金バエの弟子なんですかとさあいつものいつものセリフお願いしますえいつものセリフいつものセリフいつものセリフああだから分かってないね君たち俺は便所太郎出身金バエ育ちだから、うん、3倍目光ですそうこれ何年間言い続けたんですかこれも3年間言い続けたんです3年間毎回同じこと言ってるからねあ2回言ってたんだっけ、うん、3回言ってたのに、ね、2回や3年間言ってたこれ3年間俺とは金牌でいると、うん、
こうバイさんとかベンジョさんって言うけど、そうあの東北戻って一人で配信するとキンバヤガとかベンジョだって言ってディスリーディスリーディスリーかけるから、で今日も解散したらあのベンジョさんとワドさんのディスリー始まるから俺もそうそう俺もあの俺もあの大阪であの3倍に光るをディスる、家がなんてあの知ったかぶりだから、うんね、お前行動してみろよだったら面会行けよ、じゃあ話持ってこいよ、うん、何一つ動かないで家でカタ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 しやがってよ、うん、な選挙で言ったらお前よ公約を守れ公約を久しぶりに守ったのがあれだろ座談会だろ誘致所で金目さん待ってる間伝書さんの声が大音量で流れたら笑いましたえツイキャス見て感謝してたから感謝してたゆうそう、ゆうじゃん、ゆうじゃん、そう、ゆうじゃん、留置所で、留置所でね、あの、見る放送ねえから、つまんねえから待ってる間、あの留置所の待合のさ、のベンチ、ベンチがあるんだけど、そこでゆうじゃんの放送を見たら、あの、亀有の2階の留置係の、そのフロア 全体のゆうじゃんの声が響き渡ってたから、そう、やべやべとか、それでミュートにして、なんて言ったかって言ったら、佐野とゆうじゃんはミュートでも面白いなって。佐野さんと映画はあのミュートで見てても面白い動きがなんかねあの爬虫類みたいなねこういうカクカクカクこういう別にあの電波が悪いわけじゃないんだよ電波が悪いわけじゃねえのにユイガはあのこうやってしゃべるからそれも動きが滑稽でしょうがなかったもんねタマちゃん本当に、ね、取り下げたいまあそうですねちょっとまあそのかもし囲ってるリスナーさんとかいたりとかするんであれば、うんまあ、ちょっとね話をね通してくれたらなって思いますよね、うん、もう関わらないって言ってるし、うん、あのお金も払うしそう携帯も買うってそうちゃんと言ってますあの取り下げてくれたらタマちゃんに新しい携帯を買って美容室も連れてって新しい洋服も買ってあげると、うん、罰金で払うお金を全部タマちゃんに使うって言ってたそうからもお願いします。取り下げたら出てこいなの、うん、釈放されそう、もうすぐ出てくるみたいです。あ、マクソ電話しなくていいです、放送中に。うん、いや、いいです、もう僕もこの放送終わって大阪向かうんで。まあそうですね。一応あの、うん、この録画残しますんでね、この放送ね。だからあの今日大阪行くんでしょ、うん、ツーバーにはちょうど大阪いるから、文句あるなら大阪来いでいいじゃないですか。いや、あの、僕はあの、はい、今日大阪で、ね、あの、誰とも絡まないんで。僕はあの唯一今日夜あの香川のバーに飲み行くけどそれまであのリスナーさん以外は会わないよ。会わないですね。配信者とは慣れ合わないで。あの大阪にいるあの配信者はあの僕のところにあの来ないでもらっていいですか。まあ大阪めっちゃなんか今配信者集まってますからね。気持ち悪いぐらい大阪なんかすごいですよね。今めっちゃ集中してますからね。あの僕のふるさとなんで。いや全然ふるさとじゃないけど。妻には電話したいって、うん、いやあの大阪に新大阪行くから迎えに来いって言って、後でツイッターにあの新幹線のチケットの写真をツイッターに上げるから到着時間が載ってるから新大阪まで迎えに来いって、あの北海道のあの北海道のうさんくさい桃君にあの送ってもらえって、資産金100万ってどっからなの？そう、資産金100万だってって言ってる人はどういうことなの？もし本当だったら弁護士さん通して多分連絡行くんで、うん、それ話してください。うん。あの弁護士さんとそうだね連絡行くと思うんで、うん、そしたら直接交渉できるんで、うん、金梅さんと、うん、ね、まああのいや新大阪に迎えに来てくれればいい、あとは会わない、うん、北海道はディスってないよお前、北海道はいいとこだよね、うん、ああ北海道もう海の幸美味しいしさね、お肉も美味しいしさビールもうまいし、空気もうまいし水もうまいしね、最高だ。ただ一つだけ俺ね、うん、北海道でディスらざるを得ないというか、うん、言いたいことある。なんすか？北の美少年ってやつ。あ、北美のおっさんですか？あいつはちょっとダメだな。あいつだけダメ。北海道大好きだけどあいつだけダメ。北美のおっさん。いや金馬髪切ってないもうボサボサだって今。いやそう。これあの終わって似顔絵描いたんだけど、うん、あのこんな感じで頬は痩せこけ、顔中こうニキビがあって。唇はカサカサに乾いてて、目は死んだ魚のようになってて、髪はなんかもう昔のなんかあのティオフィナーレ香川みたいなボサボサだった、うん、それでステッカー作ろう、作らないよ、うん、これで寂しいとか言ってたから助けてああ LINE 見て、これで
寂しい、助けて言ってたからね、これで。ちょっと待ってね、しかもスッとカメラしてね、そう、手ザリも切れちゃわないから大丈夫かな。そう、絵が上手いが、ほんとピンポイントで上手、押さえてるポイント、うん、心霊廃止の話なんかしてないよ、全然、うんっていいっすね、パッと、うん、うん、よっしゃ、よっしゃ、よいしょ、ちょ、ももくんに大阪で会おうって言ってて、大阪でな、金梅さんからリスナーさんへのメッセージはとにかくお手紙が欲しいっていうことと、そう、手紙が欲しいって言った、あと雑誌と、いや、俺は嘘ついてないよ、ね、だってここに証人が3、ね、俺以外に2人いるんだよ、俺は嘘ついてた、ツッコミが入るじゃん、あのというか僕がメモ取ったことなんで、うん、そう、はい、じゃあ妻にゃんが言ったことに誰か証人はいるの、いないんだろ、一人で行ったんだからさ、俺ら3人で行って嘘ついてたらツッコミが入るだろ、いや、ね、3人が嘘ついてる、いやいや、まあそれはリスナーに任せるよね、うん、どうぞ、スマリアンが1人で言ってることを信用するか、俺たち3人が言ってることを信用するか、なんで自信持って言えるかっていうと、20日後に、2週間後に答え合わせ必ずされますから、金梅さんから本人から言うんで、うん、どっちが正しかったか分かりますよ、和道は一体意味あるっていうけど、全部俺と金梅、あと光と金梅の会話を全部メモした、初期してた、いや20分だったんだよね、で3人がそれぞれの質問をしてたらあっという間に時間がなくなっちゃうじゃん、だから俺は事前に和道に、和道来てくれて申し訳ないけど、じゃあ俺と光で質問するから会話を全部メモる初期をやってくれっつって、で和道がいいですよっていうことで、あとリスンさんからコメント預かってたんで、それを手紙で渡してきました、そうですね、起訴はされてない、うん、俺も倒すときに、あ、いいっすよ、ちょっと待ってさ、あ、了解です、すいません、ワドツです、よろしくお願いします、ワドが詐欺師、うん、僕はひたすらメモ取っていて、ちょっと字が汚くてあれ申し訳ないんですけど、こんな感じで全部メモを取ってます、はい、メモ係に集中したので、で3人でここ間違ってる合ってるっていうのを文面に起こして、でそれで今日お話しさせていただきました、うん、はい、はい、罰金はそうだな、罰金のことには関してはちょっとわからないです、すみません、罰金に関してはわからないです、まあでもそれで嘘だっていうふうに言われても、どちらを信じるかはリスナーさんにお任せするので、で金梅さんが出てきた時に本当のことがわかると思うので、面会時間は20分いただきました、面会時間は、お疲れ様です。被害届が多分受理されなかったか、金梅さんが被害届を出してないので、警察は釈放したっていうふうに聞きました。電話出ない理由は、ごめんなさい、僕はそれは分かんないです。あ、はい、あと2週間後には出てきます、じゃあ僕もタバコ行ってきます、いいっす、これね、もう眠いんでね、僕たち、うん、僕たち眠いんで、そう、俺は大阪にこれから東京駅行って新幹線乗って向かう、うん、もう全然オールっすよね、今日光くんはどうすんの、寝るの、
僕は和藤さんとまあタクシーで帰って、うん、まあ寝ますかね、とりあえず、うん、まあ1時ですね。大阪で放送してるけど、まあ、その時もね、質問があれば答えようと思う。光が起きたら枠開くんでしょ。まあ起きてからですね、うん、まあ夜ちょっとあの鶴之進さんから、はいはい、今日ちゃんお誘い来てるんで、うん、まあちょっと夜行くかどうかちょっと迷ってますけど。了解です。はい、皆さんね、あのまあ今話したことが全てなんだけど、はい、まあ光にまた聞きたいこととか、うん、まあ俺に聞きたいこととか、和道のことを、和道に聞きたいこととかあればそれぞれの配信でね、言うと思うんで、ぜひね3人の、うん、フワッチのフォローと、うん、はい、ツイキャスの通知フォローとツイッターの、フォローの方お願いします、ね、よろしくお願いします。比較対象は後でこのコメント欄をさかのぼって、はい、フォローしてない人全部ブロックするんでしょ。いや、それはしないです僕一回もそういうのしたことないんでブロックとかは基本的に。あ、これそれユイカさんと、まあでも大体もうリスナーさん分かったっすよね、うん、今日の一連の流れは。そうだ、もうそれ で、ね、まあこの間のツバヤンの配信がどれが本当かどれが嘘かっていうのは分かったと思う、うん、俺たちが3人揃ってね口裏合わせてね嘘をつく意味なんかないんだからさ、うん、で今から言ったら多分3時か4時ぐらいに大阪着くと思う、うん、で一回ホテルチェックインして本当は西成行きたかったけど兄貴の店行くから、うん、兄貴の店で配信する。それはツイキャスでやる予定だからね、うん、まあ、リアドつけてください、うん、お疲れ様です。ではでは皆さん、もうワドいないけど大丈夫ですか。ワドさん普通に話してるけど、ワドいないけど大丈夫ですか